セルゲイ・コロービンによるオブシチーナの集いミール、またはミアー、またはセルスキー・オブシチェストボー、ロシア帝国にかつて存在した農村共同体。別名をオーブシチーナとも言う。ミールの存在は、少なくとも15から16世紀には、その存在が確認できる。ミールの構成員は、各号の農民であり、長老をはじめとする共同体の役員を占拠した。 これらの役員が中心となって森林への伐採、入会権や森林や漁場、両場を使用する権利が定められた。17世紀から18世紀における濃度性の強化とともに、ミールによる共同体自治は政府や地主によって次第に制限された。中でも18世紀の初めに人頭税が制定されると地主量の濃度に対しミールごとに高地を定期的に 割り返された。19世紀の初頭には、国有地の農民にもミールが導入されるようになり、1838年の法令によりミールは公認されるとともに、納税の際、連帯責任で負担するように定められた。1861年のアレクサンドル2世による、濃度解放の後、ミールの生員は、スホードと呼ばれる集会を開いて、長老を占拠するようになり、 ミール内部のことは自主的な政治的意思決定が行われた。しかし1889年にはこの集会も政府の管理下に置かれるようになった。日露戦争の影響によるロシア第一革命の後、1905年にストルイピンの改革によって私有地進行政策が取られたためにミールは衰退した。このミールの制度はロシア独特のものとして、 スラブ主義者によって高く評価されたが、他方、AI ゲルツェンのようなナロードに起指導者も、ミールの基盤によりロシアは、資本主義を経過することなくすぐさま社会主義へ移行できると宣伝した。ありがとうございます。